戦ハンターがどうだ、中国がどうだとかとかね、関係がどうだとか、そういう時に、まあ、お救いくださるのは大聖人様で、とかね、で、その大聖人様が慈悲の菩薩を召し出したと、それが検証会だとか、まあ、そういうことを書き出したら言って、最後大事なとこですよね、その慈悲の菩薩が検証会だっていう言い方をしてるんですね、そうですね。だこれがだから値本物論ですよ。まあそうなっちゃいますよね。そこは大本物論ですよね。自由の菩薩、じゃあ自由の菩薩ってここあるじゃないですか、自由の菩薩っていうのはいるけど、じゃあ自由の菩薩はじゃあその温度取ってんのってね、そうですよね、上下菩薩じゃあ検討会だったら誰なんですか。そうですね、こうすることが本物論になるんですよね。上下菩薩イコールってことですよね、確かに。じゃあ下下の上下菩薩なのって聞くのか、それともね、ジェノバスって言ってるってことだよ。ジェノバスってもほぼ仏ですからね、皆さん。そうですね。わあ、すげえな。浅井宗衛と浅井宗衛の儀式にそう出席してたんだってことになっちゃうじゃない？そう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 。ねえねえ。そういうことになっちゃうよね。十時十時して。それはでも言ってましたよ、結構でも。検証会で。クオンのあの国上の世界のあの儀式に。浅井翔への御魂がいたということになるよね。そうそう、いやそれっておかしいな話で、そんなことはないように笑っちゃうよ。これは笑っちゃうよ、本当に。ないんです。ちょっとそこまで考えてなかったです。だってもし仮に俺たちが自由の菩薩だなんて恐れ多くて言えないですし、大体違うだろうって。自由の菩薩は眷属だと思いますけど、自由の菩薩なんてそんなことを言えるような立場ではないじゃないですか。そうですよね。それ言い切っちゃうってことはもうある意味幸福の科学の世界に行っちゃうよね。大川隆法仏だっていうのと同じ感覚の非常に近い。そう浅井さんの非常に近いですね。それはね、やっぱ元検証ではない、宇都長君さんだから出てきた言葉で、私たちって、もう検証会時代から、もう自分たちは国営の儀式にいたんだとか、自分たちが自由の菩薩として、あの儀式に参加してたんだって、ずっと成功前ですたんで、慣れてたんですよ、その、2年と誰ならば自由の菩薩だらか、その自由の菩薩と検証会であるって、ずっと言われてたから、だからなんか、普通になった。絶対違う、絶対違う、それは。そうですよね。だってよく考えたらって、そんなバカなことあるかと。そうですね。笑ってしまうわ。笑ってしまう、本当に。要はだから彼らが本当に浅い解消本物論じゃない。要はそうかっても同じようなこと言ったら、検証ね、どこの宗派も言ってますけど、そう日蓮、そんなこと言ってんのはでも本当に創価学会の検証会ぐらいですよ。そうですね。ミノルでさえそんなこと言わねえと思うよ。そんな恐れ多い、そんなことだって言えの、日光聖人さんそんなこと言ってないですよ。だってそうですよ。言ってないっていうか、まあね、そうじゃないですか。大聖人しかだって自由の菩薩って、だってその言い方をされてますけど、公安会社の国営の儀式に上行菩薩として存在したということを信じ切ったのが唯一日光聖人だけなわけですよ、六老僧の中でね。だから日光聖人以外それを五老僧に言っちまったら、そんなバカなっていう時代だったんですよ、あの時代においても。だからそれを本気でそれを信じたっていう方が日光聖人だったから、そこに要は創生されたわけですよね。事件の結局、本当直接にね。だから最高だよね。やっぱこの体になってんで、やっぱ自分が自由の菩薩だって言っちゃえるのが、やっぱ検証会の一番良くなったことです。ここがだから、要は後の本物論につなげられるいい線ですよね。そんなこと言ったら仏様しかいないんですか。日本の中で。そうですよね。なるほど。やっぱりまた、うつさんが言うと違いますね、結構ね。外から見れる、その、力とか。はい。検証会に合わないので、目線がこう、ちょっと違うのかもしれないですけど。それがまたいいんですよ。これ、面白いよ、この動画。よっち仏教 TV。これ、アップした後、どんな反響あるか分かんないけど。すごい事件になると思います。
うん、これをね、アップした後、だからツイッターでも、例えば俺考えてる TI さんだとかさ、うん、あの、八郎さんだとかさ、これ、また参加してもらったらね、うん、俺、さんの面白いですね。すごい新鮮だし、すごい、すごいですね。やっぱりいろんな発見もあるし。いろんな、まあ、みんな切り口違うからすごいですよね。そうですね、分けてもいいと思います。分けた方がいいかもしれない。また、ファンドさんもね、参加してきますよ、きっと。まあ、内容が起こったらね、参加せずにはいられないってなりますよ、あのとこも。僕、あの、全然諦めてないんで。そうそう。うん、そうそうそう、いいじゃないですか。うん、みんな例えば全員こう今のツイッターとか SNS で使っている名前でもない加盟でポッケコイン融資大事だし、ツイッターまあ、うん、すぐ関係なくいけるかもしれない。そうだからツイッターでやってるアカウントじゃなくて違う名前でね出てきてもらってもいいんだからさ。ああまあそうですよね。あ、じゃあ、派遣の又三郎さんだったら、派遣の又三郎さんって言わないで、違う名前でやるっちゃっちゃうみたいな。違う名前でもいいですし、優先に使ってもいいんだったら、そのまま使ってもいいみたいな。うん、でも、使う、もう、ツイッターで使った方が爆発は多分早いですよね、多分。そうですね。はい、ただ、反響はそうそう。インパクトあるのは、やっぱりツイッターで、うん、あ、そうですよね。うん。この人が出てんだよっていうのが確かにね。普段やり合ってるやつだよって思って。はい、これ面白いのいうことに、例えばさ、ツイッターでアモハラだとかね、はい、レオンだとかね、うん、なんだこの野郎、じゃあ俺も参加させろと、このリモートの中でね、議論になったらもっと面白いな、これは。ああ、相当面白いですね。それはね、どうでしょう、ぐちゃぐちゃになるだけかもしれない。まあ、今の転職会のホールのやり方でね、ただひたすら自分ばっかりベラ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 喋るとか大声で同化するとかそういう、まあ、実際それはその自分たちが楽しくそれしたいからやってるんでしょうけど、うん、結局さ、それ彼ら出てきてさ、そういうものをさ晒しちゃってあのアップしてったらまたまたこれ、俺は面白いと思うんだよ。だからあ、そうですね、それはそれでね、そう、それを相手にする僕らがどう対処してどう対応するかなと 思ってるんだけど、まあそうですね、真摯に対応するとかね。まあただ、喋ってる数がやっぱ少なければ、聞いてる側からはね、やっぱ喋って、ずっと喋ってる方をどうしても見ちゃうかもしれないんで、どうでしょうね、それは。まあ、やれればいいですけど。そこの、まあ、の持ち時間を決めて、10分なら10分。まあ、そうですね。やるんですよね。おたるもの方式じゃないけど、そういう方が多分、ちょうどいいんじゃないですか。うんうん、まあ、豊田さんが1分ルールとかをね、うん、本当にそれでやるならとね。でも、豊田さんの1分ルールやって、はい、うん、1分ルールをあの表示した後は、一切フォロー来ないですもんね。うん、全然来ないよ。絶対勝てないから。そうそう、それ、あとあれですよ、明覚光さんから証言だけど、いいのかいって。あのビデオ撮影絶対検証会やらさないっていうらしいんですよね。ああ、そうですね。その理由は、要するになんか検証会員って、すごい顔近くまでやってこう迫るとか、うん、やっぱ大声でやるっていう姿、うん、あれがやっぱり多分自分たちでも分かってるんですかね、尋常じゃないっていうのはね。うん、ビデオ撮影にはもう、OK しないですね。だとしたらね、もうちょっとこうね、こう紳士的に、そう、うん、仏の振る舞いじゃないですけど。うん、そうやってみたらいいんですけどね。仏教やってるなら普通そうなるんですけどね、本当。まあ本当ですね。うん、それ興味それ姿も興味ヤクザモンの掛け合いでもさ、顔を近づけて大声で恫喝するなんてことはしないですよ。そうなんですか。まあやるとしたら本当にチンピラの類の輩だよね。そうですね。うん、だからそんなもんと変わらないよね。経学部の、あの、豊田さんの動画でも見てもそうだけどさ、あれは、切れるかな。実際あれ見て、検証会脱会したって人がたくさんいるからね。うん。ああ。うん。ね、私の縁で入った人って、それがきっかけで検証会やめようと思ったんですからね。浅野さんと、誰だっけ、あの人も一人、部長だった人の、豊田さんとのあれで、はい。で、もう、そんな、いいぞいいぞ、逃げろとかって言って、姿を見て。なんかね、浅野って野郎はね、検証会の中じゃすごい紳士的でね、
その女子寮やなんかにも人気があるらしいんだわ。でだけどあの動画を見てもう幻滅してこれはダメだって思ったらしい。あ、確かに浅野さんはみたいなさ、うん、確かに普段の浅野さんはすごくあの紳士的だと思いますよきっと。割と普通、まあ、頭もいいでしょうしね。でもやっぱホーランってなると、まあね、正義感がすごく出ちゃうんじゃないですか。あんまり悪くないあれだから。いやいや、それじゃん、それ違うよ。あのね、そういう場でね、小心者のね、ビビリのやつがね、そうやって突然して、ね、自殺して、恫喝してね、なんとか場を過ごすってことをするんですよ。本当にね、短力があってね、気心をガンとね、もう石のように動かないようなやつは、微動だにしないし、じっと相手の目線からそらさないで、物静かに物を言いますよ。正当なことをね。なるほどですね。はい。あとは絶対一人です、まあ、あれはもうチンピラの特徴ですよ。そういうやつは一人ですよ。まっとうなやつは。一人できますよ。一人で、うん、ああ、なるほどね。現状では絶対一人じゃないですからね。絶対二人ですから。一人以上ですからね、彼は。あ、それは確かにそうですね。僕はこの間、常盤台行ったんですよ。結構、2ヶ月ぐらい前に。コロナになる前に。はい、コロナになって、まあ、はい、で、その時に、なんか、英語隊の人に声かけて、北極公園ですっつって、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけど、つったらもう3人ぐらい来ましたね。で、なんかその、じゃあ、一人でいいのに、はい、そう。いや、君一人でいいよって思うんだけど、一人じゃ、絶対一人じゃないですからね、うん、あれ、うん、絶対一人じゃない。一人で、ね、来れば、まだ話になるんですけどね。うん。うん。まあ、うん、そういう筋があるんでしょうね。まあ、ある意味、少ないんで、エホバの方がマシって言ってます、ね、多分。マシって。なんか、そのある継承会外には、一対一だとごまかしが効くじゃないかとかって言ってましたけど、それもだって、こっちからすら、ね、一対一だとごまかしが効くなんてこと言ってたけど、女のビデオ撮影とかね、音声でやれば、ごまかしてることがなんか全部一目瞭然なんだから、まあ、結局そうだね。ごまかし効かないですよね。まあ、本当にはごまかし効かない。先月ですね、先月だからその検証会員とタイロンっていう風に僕呼ばれたきっかけはね、その、まあ、他支部なんですけど、他支部のある方が検証会で駅前でチラシしてる人に、はためから見てね、どうしてもこの人話したいなと思って声かけたらしいんですよ。で、その方も人柄は悪くないんだろうね。あ、ぜひぜひってなったらしいんですよ。だから、その他支部の方も1対1っていうふうに思ってたんだけど、途中から話の中でもう1人来ると。で、2対1になっちゃったと。で、2対1になっちゃったからどうしようって、トイラさんに相談あったらしいんですよね。で、結局、じゃあ、で、僕に連絡が来て、で、2対2でっていうふうになったんで、結局1対1を結局避けるんだろうね、そこで。うん、1対1でやればいいのにさ、そう、うん、1対1でやれば絶対腹割って話せるじゃないですか、その1対1の方が、うん、なので1対1を避けるのはやっぱ怖いからですかね、うんうん、ですよね。まあ、ね、議論によってもぐちゃぐちゃにしやすいかもしれないですね、2対2、2対2の方が、うん、要はその言いくるめられた時に、いや不利だから、いや、うん、もう1人がなんかしゃべってたらね、はい、そう、なんか慣れたなと、うん、任せちゃうから、うん、それしかないですからね、だから絶対にいいですよね、うん、まあそうか、そうなんでしょうね、じゃあね、まあもともとなんか釈迦って言ったことあるけど、警視庁からのね、勧誘もだいたい一人では行かないで二人で行こうねって、だいたいそれがありましたからね、うん、本当に自信がある、まあ自信症状なんて別に一人で行ったっていいじゃないですか、百六班って全然一人で行く、全然一人で行くようなもんだし、一人で行くよっていうのが、うん、そうなのに、なんでこう、ね、大人数で絶対2人なのっていう、それってどうなのかなっていう、うん、もちろん2人って行くのもありますけど、うん、基本的にやっぱ1人が話してるっていうイメージじゃないですか、うん、うん、まあそうですよね、うん、だその辺が、まあね、組織の趣旨でそうやってやってるんでしょうね、うん、はい、いやー、面白い、面白い、面白い。
だったな、これ。面白いですね。まあ、ぜひうまく活かしてほしいですね、ヨッティさんには。すいません、なんか、トーク。ちょっとさ、これさ、もう、編集とかはさ、ヨッティさんに任せるからさ、これ、はい、今日面白かったよ、これ。素晴らしいですね。うん、そう、僕は楽しかったね。うん、楽しかったです、私も。だいぶ、だいぶ、アサイモンプッポンって言っちゃったけど。うん、たださ、これからの企画としてさ、せっかく、内将軍さんも入ってくださったからね、Twitter、はい、の中身、内容もまた、吟味しながらさ、内将軍さんの特集で、ね、今度、ヨッチーさんと内将軍さんと2人でこれ、アップしてもいいと思うし。後ろじゃ あれなんですよ、僕一人だとフリーズしちゃうんで、難しい話になっちゃうと、なんで、いや、はい、で、僕ほら、僕の動画って単純に新聞を読むとか、質問回収とか言ったりしてるとか、あと人の体験集を言ってるだけなんで、本当にあれダメなんです、難しい話はダメなんですよね。だから、怠慢は厳しいですね。僕、セロリさんとの国立会談のコラボの話も僕途中でフリーズしちゃってましたから。固まっちゃって、最初は僕が勢いよく喋るんですけども、イケイケで。途中から僕が口数少なくなってきちゃって、最後固まってますから。俺好きなんだよな、ヨッチーさんのこのさ、YouTube のさ、タイトルが、日本一新人の薄い男がっていう、あのフレーズがさ、すごい俺。いや違うんですよ、あれはですね、自分がどうしようもない人間だって分かってるので、それを逆手に取って、逆にやればじゃあ暴れてもいいでしょう、好き勝手にっていう意味もあるんですけどね。あ、ごめんなさい、これちょっと聞きましたね、ごめんなさい、ホケコレさんの人が聞いたけど、聞きますよね、ごめんなさい。まあ、だから、うつさんへのインタビューの時に、私も聞き手側に回って、こう、引き出すようなことは了解したらさせてもらいますよ。はい、うつ将軍さん、あれですよね、これからも出てくれるんですよね、検証新聞、発射出ます、出ます。ですよね。はい、もう、つけてつくみたいな。でね、後ろにはね、ツイッターでご存知かどうかわかんないけど、元検証会の幻の支隊長様は、どのも、控えておりますんで、その企画もありますんで、うん、その時に、もうまた参加してくだされば、また面白い、はい、音声動画になると思うんですよね。多分これをやっていくとですね、多分僕も出たいなと思ってくれる人が増えてくるはずなんですね、この熱で、熱が伝わってくるはずと思う。そうですね、あまりよろしくないことかもしれないですけど、でもやんないと戦い進まないと思うんですよね、多分。検証会が一番困るには、いろんな人間とコラボするのがもう一番早いと思ってます。それが多分検証会が一番、はい、だからもう検証会が一番嫌がることを、検証会に僕いたんで、こういうことされたら嫌がるだろうなってことを僕はどん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 思いついて やっちゃいたいなと思ってるんで。まあ、確かに実際に、あったの検証会体験記のブログがね、あんだけ爆発したのは、やっぱり多くの脱会希望した検証会員とか、脱会した検証会員、それからホッケ校に入った元検証会員が、はい、何人も入ってきて、明らかにそれが当然ね、同じ人がいろんなハンドルネームを使ってるんだとは思わないような、本当、本当いろんな人が来たから強烈だったと思って、ね、まあ、レジェンドですよ ね、うまくできればね、そう、いいでしょうけど、これ音声だから、もう確実にその他のアカウントってありえないじゃないですか、だって、ああ、ですよね、なおさら声がね、4人さんに声かけてるから。確かに確かに。絶対その他とかありえないので、ここでどう出るかですよね。まあ、ちょっと私ちょっと心配なんですけど、うつ将軍さんとのご住職は理解してくださる方ですかね、こういう動画参加は。大丈夫だと思いますよ。もう何かあったら言いますよと。一応は今後ずっとってなったら一旦はお話ししたいとか。全然大丈夫ですよ。まあ、いつもの感覚だと大丈夫だろうと思います。大丈夫だと、はい、思ってますし、うん、まあちょっとさ、この今回の音声動画をさ、一発ぶっ放してみて、その様子見てただろうね。はい、まあ、大丈夫だと思うんだろうね。俺はでもいいと思う。戦いを進めるのはでもこのやり方が一番ベストだと思います。いろんな人間とコラボして、いろんな人間の角度、みんな同じホッケ公園さんでもみんなやっぱり
切り口が絶対違うはずなんで、どの言葉が検証会員に刺さるかわからないんで、うん、一番その望んでいるのはね、迷ってる検証会員の方がねアクセスしてきてくれたらっていうね、この YouTube にね、例えば Twitter でもさ、 KK さんっていうアカウントの追加の方がいらっしゃるでしょ、はい、はいはいはい、だってはい、ああいう方なんかがアクセスしだしてきて、コンタクト取ってきてくれればね、うん、あわよくば出演してお話ししてもらうっていうのもね、またこれすごいいい機会だと思うんですよ、うんうん、だからああいうツイッターっていうのはさ、いつも匿名でさ、誰が言ってるかわからねえっていうね、もちろん会うことも前提にしてないで発言するようなものどもが多いから話にならないというか、全くその意味がないんだよね。だからツイッターでこういろんな文章とか、そのそういう時系列でいろんな事実をこうアップしてっても、僕なんか本当に最近つまんなくなっちゃったのね、すっごく。すっごくつまんなくなっちゃって、で、やっぱり、豊田さんの影響はやっぱり強いから、やっぱりこの YouTube 資格に入ってくるもの、っていうか、のかな、ね、まあこれは音声だけだけどもさ、うん、まあ、せっかくでヨッチーさんがこういうコンテンツを上げてるんだから乗っかっちまえと思って、もうここまでもう行っちゃえっつっていろんな人に声かけて、ジョーゴンさんに来ていただいて本当にありがたいです。いやもう全然ヨッチーさんの映像はたまに拝見してて、そう全部じゃないけどなんか見たんですけど、面白そうだなと思ってますので、ワンチャンあったら出たいな、まあ、なんかあったら出ますよ、言おうと思ったら、いい機会だったんだよ。めっちゃ嬉しいです。僕のコンテンツ結構同じアンチがいるので、同じあれでも。アンチですか？アンチ。全然そんなもう、アンチなんてね、そんないっぱいいますから、うん、僕だって。いや、同じホッケコーヒーさんですよ。同じホッケコーヒーさんです。僕もいますよ。本当に。ホッケコーヒーですか？もう大丈夫ですよ。ホッケコーヒーの人だったら分かってくれます、きっと。あ、うん。あんま言わない。あんま、俺もお寺であんま文句言われたら、まあ、うん、言われたことないから。うん。もうヨッチー仏教チャンネルを初めて見たとき、俺、ゲラゲラ笑っちゃったもんね。最初は。あ、ありがとうございます。あれですね、日経商人様の次にグッドボタン多かったやつですね。そうだね、たまたま、まあ、やったタイミングもやっぱり良かったんでしょうね。その他のバズってる動画、はい、他のバズってる動画をパクって企画としてガンガンやってって、本当に良かったです、はい。ただ僕の強みはですね、めっちゃ嬉しいですよ。僕の、私とばっかり話してて、私はほら結構ヨッチーさんが社長親ではないんですけど、うん、でもまあその人ね、最初からこう見てたので、うん、もう心配ばっかりが先行してたんで、うん、それがね、あんまりだからそこで鈴木さんとか、ね、吉祥君さんとか本当にヨッチーさんとか本当にね、いいと思ってるっていう人が現れたっていうのはすごいやってたもの良かったんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ面白く見てましたよ。ありがとうございます。いや、いいね、良かった良かった。今日はこれで良かったんじゃないセロリさん。そうですね、うん、ね、そうですね、これで出してみてまたどうなるかで、またどうなるかだよね。そうですね、企画も控えてるし、うん、そうですね、はい、岩田君もね、あるし、はい、あと創価向かいはまたね、まあ、毎月やってもいいかなって、まあ、今回みたいにもう一個のことですぐわーって話を広がらないかもしれないですけど、うん、まあ、またちょっとリスクでもやるとか、まあなんか、ね、いろいろ、まあ、あると思うんで、これについて語りましょうかっていうのは、うん、もし出たら、なんか、うん、思ってたらそれまた企画します。うん、宇津翔くんさんもなんかこの企画やったら面白いと思ったら、普通に言ってくれれば、はい、そう、グループラインでもいいし、はい、はい、わかりました、もう何でも言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、了解です。で、考えてきます。はい、じゃあそんな感じで今日はこれでお開きで、今日はこの辺にします。はい、お開きにしましょうか。はい、あ、宇津翔くんさん、YouTube に出すアイコンがあるんですけども、それはどうしましょうか。
LINE にしますか、LINE の画像にしますか、それとも Twitter の画像にしますか。これ、あ、そうです、何でもいいですけど、だったら Twitter のアイコンの方がいいんじゃない。 Twitter のアイコンでしましょう。 Twitter のアイコンでしましょう。そうですよね、はい、そしたらみんなあーってなりますもんね。そうですね、あーうつさんとってなるけ、まあ、そうですよね。私こんな若い方だと思わなかったんで、うつさんが。あー、僕も思わなかったです。声も綺麗だし、すごい年配の方だと思ってて、いやあのね、僕実はうつさんとはね1年ぐらい前から LINE ではあのお付き合いさせていただいてるんですよ。だから、あの、あ、それぐらいの年代の方なんだなっていうのは知ってたんで、若い方っていうのは、うん、はい、またなんか個人的に連絡行くかもしれないですね。じゃあもう全然お願いします。検証しておくから、はい、いいじゃないですか。ね、検証が若い人多くないんでね、若い人いたらあ、そっか、そう、ここにだってみんな おっさんとかおばさんばっかりと思ってるから、若い方いるじゃん、そうそう、若い人でこんな頑張ってるいるじゃんってなりますよ。そうそうそう、まあ、若い人代表で、そう、ぜひよろしくお願いします。そうですね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すみません、どうもです。じゃあまた次の企画、またグループラインに、はい、提案よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありましたら提案しますので、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもです。失礼いたします。どうもでした。ありがとうございました。どうもでした。失礼します。はい、失礼します。